というところで、セルフコンフィデンスインオーセンティシフィシティ、真摯な性格っていうのが自信だと。はい。理想主義者の自己信頼は彼らの神聖性、人として誠実さに基づいており、言い換えれば彼らが世界に提示する自己イメージは仮面やマスク、見せかけがないとされています。神聖であることは誠実であり、内なる統一を持ち真実であることです。ガンジーのような絶対の真理への欲望に駆られ、理想主義者は自分自身に対してますます高い神聖性の基準を要求します。一方で、もし NF が何らかの理由で偽りや虚偽、不誠実であることで神聖性を損なった場合、彼らは恐れや自己疑念に支配されることになりますと。心理療法士 R.D. レイングは、彼の優れた著書 The Divided Self ですね、で、NF が神聖性を失った時や、自分が他の誰かであり、自分自身以外の誰かであり、役割を演じていると感じる時に感じる不安を、この R.D. レビングという人は描写していると。あるクライアントの場合、レイングはこう書いていますと。彼の括弧閉じの真の自己に達していると感じるものがますます狭まるにつれて、この自己はますます脆弱に感じられ、他の人が彼の見せかけの人格を通り抜けることができるのではないかと、ますます恐れるようになった。極端なケースでは、理想主義者は自己は見つけるものだと信じているため、はい、この自己信頼の喪失は完全に自己を失うことへ本当に制約的な恐怖となることがあると。あるいはこのレイングが述べるように、内なる秘密の自己は偽りの自己の特徴を嫌います。なぜなら、異なるアイデンティティを仮定することは常に自分自身への脅威として経験されるからですと。自己のアイデンティティの広がりに飲み込まれることを恐れています。もちろん、ほとんどの理想主義者はこのように神聖性を失うことはありませんが、多くの人が自分の神聖性について漠然とした不確かさや自分の完全性に対する秘密の疑念を抱えて生活しています。理想主義者にとっての問題は、いつでも神聖でありたいという熱望が実際には彼らを彼ら自身が求める神聖性から分断し、ある程度避けたい役割プレイに追い込んでしまうことですと。 NF は何度も何度も報告していますが、彼らは自分自身にリアルであれ、神聖であれと促す内なる声に影響されています。 NF にとってはその声が彼らに完全で統一され、神聖であることを思い出させる声です。しかし、他の声が理想主義者の頭にあると、彼らは避けたいと思っている役割プレイに必然的に巻き込まれてしまいますと。理想主義者が望む全力で神聖である人物の代わりに、彼らは一度監督者であり俳優でもあり、舞台に立ち、同時にこの舞台に立っている自分を見てセリフを自分に促していますと。本当に自分らしくありたいという欲望の皮肉の点は、それがしばしば理想主義者を分裂し虚偽であると感じさせ、一方で一歩引いて自分で自分に言い聞かせることですと。また理想主義者にとっての神聖は、自発的で招かれていない自己意識の存在から来る難しさもあると。非常に若い頃から NF は SP、SJ または NT よりも他者の視線を感じ、周りの人々に自分を判断する権利を与え、つまり道徳的な調査の対象として自分を高度に意識しています。
まあ、これを人はプライドって読むんですかね、まあ、プライドなのか、はい、まあ、よく見られたいってやつですよね。見えますからね、スカウターかけてますから。 見えますからっていう人の目が人の目にスカウターがついてるように見えて、ね、ついてるように見えて、はい、俺のレベルはこれぐらいなんでしょっていうのは、はいはい、俺もスカウターつけてるよってあるんですけど、はい、隊長は僕はスカウターつけてないよって言うんですよ。スカウターで見られても別に気にしないわけじゃないですか。恥ずかしいじゃないですか丸裸なんですよ。いや、裸が見られたら恥ずかしいですけど数値ですよね、戦闘力。戦闘力です、はい、戦闘力ぐらいは。それもない戦闘力です。妄想の妄想の、はいはい、合理主義者は通常自分の行動を判断する権利を自分に留保しますが、理想主義者は同時に他者にどのように見られているかに敏感であり、他人の期待にかなうことを非常に気にしていますと。したがってここでも NF はジレンマに陥ります。だって神聖性が大事なんだもん、はい、本来は、はい、こんなんでいいのかと。己とはがある、はい、が本当の己があるはずで、これを探さなきゃと思ってるのに、はい、求められる自分がある、はい、じゃあこっちをやらなきゃってやるんですけど、はい、うまくできないっていうのがあって、はい、うまくできないのと同時に本当のこれは俺でいいのか、はい、もあるんですよ、はい、本当の自分を探さなきゃって、はい、でも求められてる僕をやらなきゃどうするんだよ、でもあの子は俺のこと好きって言ってるぜ、でもこれは本当に僕の本当の僕なのみたいなのが、ね、はいはい、ぐるんぐるんするんですよ、はい、でもう死のうになるんですよでも死んじゃダメになるんですよ、はい、そこまで死んじゃダメまでやってるってことですよね。セットです、セットで、セットです、はい、この自分の誠実さに自信を持ちながら同時に他人を喜ばせなきゃに専念しているため、神聖性と道徳的な承認との間の間でタイトロープ綱渡りをしなければいけませんと。もう死ぬ、死んじゃダメっていうタイトロープですよこれらの自己イメージのしばしば対立する側面を調和させることを学ぶことは多くの NF にとって重要であり、さくらさんはね言うんですよ、はい、二等兵さんはバイアスですよって、はい、だから認知療法がいいですよ、はい、時には困難な課題ですやってもね、なんかどこを見ていいか分かんないんですよでそれで俺大丈夫かってなるんですよね。そうなんですよ。でこんなのもできない俺にまたなるんですよ。さくらさんは NT の人は、はい、なんか任意、任意に認知行動療法がいいですよって、はい、私は聞きました、はい、漫画みたいな本を読んだだけで、はい、うまくいきましたよって、はい、で今日動画ずっと聞くんですけど、はい、落ち込むだけなんですよ何に落ち込むんですか。俺ただのメンヘラやんって、はい、めっちゃ弱く見られてるやんって、はい、あそのこう認知行動療法がいいですよって言われたことに対してでやっっていうことを言われる俺って、はい、メンヘラじゃんって、はい、男49歳、はい、ああだから俺この年収なんだよなって今日給料明細来たんですけど最近歩合に近いので、はい、先月良かったんですけど、はい、今月低かったんです、はい、ああだから俺はこれなんだ、はい、もうすぐ年末が来るけど、はい、お持ち代が出るやろうかって、はい、落ち込むんですよ、はい、でもう死のうになるんですよ、はい、でもいや死んじゃダメになるんですよ、はい、生きろになるんですよ、はい、多分なんかいろんなものがくっついてますよね。何がくっついてますかね。多分年収は関係ないわけじゃないですか。生きるのには必要ですよお金は。生きるのには必要なんですけど、だったらこう金を稼ぐことに専念すればいいんですけど、でも家族も大事だしでこうとかこう善意、そう悪いことをしてまで金、それはいかんですよ、いかんとか、はい、なんかそういうのがあるわけじゃないですか。そうですよ、なんかいろいろつながってそうだなっていう。闇は深いですよね、はい、どうでしょう NF の人僕にエンパシーいただけましたでしょうか、はい、もしくはシンパシーでもいいですよ。シンパシーするなら登録してください。はい、ありがとうございます。